はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、待望の渡辺和明プロ、待望の、はい、久しぶりに呼んでですね、はい、約1年ぶりぐらいなんですけども、今回渡辺プロに投げていただいたのはですね、ストーム最強カバー、はい、GI17、はい、でまた 最強ではないんですけど、かなり強い、上から1、2番目に強いっていうラド X とこういう組み合わせ、皆さんご存知のロックなんですけども、まあ、シュアロックとこういう名前で出まして、まあ、表面も2000番ということでちょっと気持ち曇ってるかなというところがあるんですが、まあ今日投球していただいたコンディション41フィート、まあミディアムヘビーまでいかないぐらいな、ちょっとまあ先がドライ気味なんで、まあ、ミディアムヘビーぐらいまでのコンディションかなというふうに思ってますが、今日渡辺プロ投げていただいた感想はどんなイメージを持ちました？まあ、まずやっぱりカバーの強さにびっくりしましたね。まあ、同じ GI シリーズで GI16 のアルファクラックスというボールが、まあ今まで一番カバーが強いかなと僕の中では思ってたんですけども、やっぱりそれ以上に強さを感じましたね。ただまあ、やっぱりコアとのマッチングだと思うんですけど、はい、まあ、カバーが強いんですけど、やっぱりまあ転がりももちろんありますし、はい、まあ、先の動きもぼやけずにしっかり出てたんで、そこはやっぱりロックシリーズのやっぱいいところがすごく出てるかなと思いました。なるほどね。まあ、確かにそういった意味じゃこうラド X っていう強いコア、まあアルファクラックスに使っているのがカタリストとこういうコアなんで、まあ、コアで言ったら今回の方が強いかなと、はい、こういう形で強い強いの組み合わせですからね。そうですね、はい、石原プロなんかはどんなイメージを持ちました？まあ、そうですね、皆さん今までロックシリーズを使っていただいてて、はい、まあ、一番最初のロックよりももっと強いカバーを乗せたってことでですね、はい、まあ、非常にその辺は、僕なりに、まあ、アルファクラックスとの比較になる方が非常に多いんじゃないかと思うんですけども、やっぱバックエンドの動きっていうのはこちらの方が間違いなく出るとは思いますので、まあ、初代ロックを持ってる方はもっと強いボールが欲しいんであればぜひこれを、うん、なるほどね、はい、まあ、確かに石原プロも渡辺プロも共通してこのボールってやっぱオイルと喧嘩してねっていうね、うん、形でぜひオイルのあるところ投げてよっていうね形なんで、まあ確かにシリーズの中じゃ一番強くなってしまったんで、まあお客さんの中でまあこういろんな意味でセンターによってね若干使えるところと使えないところも出ちゃうのかなと、うん、こういうのはあると思うんですが、まあ、やっぱりぜひオイルに強いボール欲しいんだよねと、最近センターオイル多いんだよねとこういうところにはもう絶品だと思うんですよね。でそういうのを踏まえてやっぱりこのロックですね、まあ、ちょうどこうシリーズの一番最強っていうことなんで、まあ、やっぱり渡辺プロみたいに逆にクランカーっていうね、ジャパニーズクランカーの中で、まあ、マイケル・フェイガーみたいな投げ方されるね、まあ、曲がる方にあえて投げてもらったらどうなんだろうっていう形で渡辺プロを呼んだ意図があったというところをここで明かしちゃうな、はい、なるほど、まあ本当そういった意味じゃぜひですね、皆さんもねこれ本当に使っていただければなというふうに思いますよね、うん、はい、ぜひ。
まず渡辺プロの、ラインナップなんですけど、渡辺プロはやっぱコードブラックリミテッドはオイルに強いぞというところで、はい、そうですね、はい、まあ、言ってると思うんですが、オイル用で使ってます。今日のシュワロックはどの位置に、はい、まあもちろんもう断然ここですね。なるほどなるほど、はい、まあ、飛び出しちゃってるぐらい強いとこういうことですねはい、わかりました。次に石原プロのシリーズ企画なんですけど、はい、石原プロやっぱりロックはそうですね、はい、一番上に一番上になるんで、はい、今日のシュアロックは最初に冒頭に説明したように一番強いんで、もう春場所は分かっちゃうのかなと思うんですけど。なるほど、はい、でもやっぱり石原プロの場合飛び出さなかったんで、そこぐらいかなと、はい、こういうことですね。はい、はい、分かりました。ここで渡辺プロに質問したいなというふうに思うんですが、はいはい、渡辺プロ、まあ、皆さんご存知のように曲げてるよねっていうねボーリングをしてるんですが、はい、まあこれをご覧になってるお客さんも2通り3通りいると思うんですが、まず1つ、はい、いやボール俺曲がるから、うん、オイルに強いボール曲げらんないよと、うん、いうのと、例えばいや俺のセンターオイルないからあんまりこういうボール必要ないよと、うん、いうとあの人がいると思うんですね、はい、で逆に渡辺プロなんかはこういったボール、まあ、曲がる方からあえて言ったとしたらこんな時に使えよとか、うんうんうん、あの例えばいやいやこういう使い道があるんだよとこういうようなね、もしあるとしたら何かありますか、うん、まあまず、まあ、カバーなりコアなり強いボールってピンアクションがいいんですよね、はい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 、まあやっぱり弱いボールに比べるとすごくピンの弾きがいいと思います、うん、まあそれが一つまず利点ですよね、はい、まあ確かにあの同じセンターでいつも同じコンディションで、うん、まあ同じオイル量で投げるんだとすると、まあ必要ないところも出てくるかなとは思うんですけども、はい、まあ 2センター3センター行ったりだとか、まあ今は月によってオイルコンディション変えたりするところもありますし、まあ、あとは朝投げるのと夜投げるのでやっぱりレーンコンディションの状態が違うと思うんで、うん、はい、まあ、特に今使ってほしい場面としては、まあレーンコンディションの変化の激しい、まあ、朝一、はい、投げ始めだとか、まあ、キャリーダウンに、まあ、すごく強いボールだと思いますので、はい、まあ、そういうところで使っていただけると安定した動きしてすごくいいんじゃないかなと、うん、なるほどね、思います、はい、まあ、それと最後にこう質問があるんですが、やっぱりこれ曲がる方にとかく絶対的な条件で、条件というか皆さんがやることなんですが、光らしちゃう、光沢出しちゃう、俺ピカピカにしちゃったんだよねとかっていうね、まあ、方がよくいるんですが、なんか渡辺の頃から曲がる方からあえて注意点を言うとしたら、そうですね、まあ、やっぱりそのボールにはそのボールのコンセプトがあって、はい、まあそのまあ、同じ加工をするのでも、まあ、ポリッシュをただ単にするんじゃなくて、うん、まあ、バーンテを変えて、はい、まあ、下地を変えたりだとか、はい、まあフィニッシュは同じ箱出しと同じバーンテだとしても、うん、下地の目を変えて、箱出しからもう一回加工することによって動きが、はい、まあ、全く変わりまして、今回も僕もちょっと箱出しがかなり強くて、まあ、撮影はあの箱出しの状態のボールでやったんですけども、はい、まあ、イメージとしてはやっぱり、まあ、このままだと使う場面がかなり僕のタイプだと限られてるかなと思ったんで、はい、まあ、もう少し、まあ、使いやすくしたいなと思って、まあ、相談して、まあ、下地を1000番でよくかけて、はい、でその後手で磨いて、でもう一回2000番でかけて、また手でフィニッシュっていう形で、はい、まあ、表面を変えてあげることですごく使いやすくなりました。なるほどね、はい、まあ、本当そういった意味で曲がるタイプの方ってやっぱこういうの敬遠しがちなんで、ぜひ今のねことがすごい参考になったんじゃないかなと。ぜひ、はい、逆にあの曲がらないタイプって言い方変なんですけど、石原プロ、はい、まあ、石原プロのタイプであればやっぱりオイルに強いボールって頼もしいボールになるのかなというふうに思うんですが、逆に石原プロがオイルに強いボールを投げる時の場面、それからあの私はこういう形の時によく多用するよとこういうのがあるとしたら、そうですね、まあ、箱出し状態で、はい、まあ、使うときと、はい、まあ、それはもちろん今言われたように加工して使うときと、はい、当然出てくるとは思うんですけど、はい、やっぱり
ボールに強いほどやっぱりなだらかなんで、その今非常にオイルが昔ほどこうカラカラに枯れちゃいますよというようなコンディションもだいぶ減ってきてるとは思うんですよね、やっぱオイルの種類によってですね、そういう時でもやっぱり激しくしたくないんですよというんであれば、オイルのあるところから例えばなだらかに入れるっていうのも一つの方法なんで、ぜひこういうボールを使ってもですね、例えば本当にオイルがないところは非常に難しいかもしれないんですけど、ロフトエリアにやっぱりボールがオイルがあるたくさんあるんであれば、これはタイプによっても違うのかもしれないけど、非常に対応できる部分ではあると思うんですね。どうしてもちょっと先が社員のボールでしたら変化が激しくなるんだよっていうんであれば、やっぱりこういう強い系、まあ看板手を変えてもいいんですけども、そういうふうになだらかに入れるというのが一つ方法なんで、もう最初から使えないよっていうことではないとは思うんで、その辺の認識がだいぶこの辺最近はボールの使い方っていうのは非常に変わってきてると思うんですね。でその辺が、もう最初からこれオイルに強いんじゃ向いてないのかなっていう方も多分いらっしゃるとは思うんですけども、そういう使い方によってはまた幅広く使っていただけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ストーブで必ず心がけて、私たちもボールを作るときにですね、心がけてるのが、これ本当に自慢の一つがあるんですが、他メーカーさんとちょっと違ってカバーだけ強くしないんですよね。やっぱりコアが強いものに対してカバーを強くしていくっていう、まあ、いわゆるエンジンもでかいぞとでタイヤも太いぞみたいな形にねしないと持たない。だからバックエンドでなるべく垂れない。まあある意味そのシェルダーが勝ちすぎてコアが負けちゃうっていうことをね、まあ非常に防いでる。まあ今回象徴的に先ほど言ったように一番強くはないですが2番目3番目に強いコアあえて選んでるのは、まあ、これ以下のコアでやっていっちゃうとやっぱ先垂れちゃうところが負けていっちゃうんで、まあ、そういった意味では非常に今お二人が話したのはですね本当に重要なポイントで参考になるんじゃないかなとこういうふうに思うと思うんですよね。まあまあ、いろんな話はさておきやっぱりロックなんでぜひ投げた方がいいですよ。これ本当ピン飛ぶんですよ。渡辺プロが言っているやっぱオイルテーブル人それが本当に武器なんで、まあそういった意味ではぜひですね皆さんこのボーリングピンを倒してなんぼの競技なんでぜひですね渡辺プロも一ピンでも多く倒していただくと優勝に近づくと、はい、こういうことになりますんで、はい、ぜひですね皆さん渡辺プロも使っている姿を見ていただければなというふうに思います。今日はどうもお疲れさんでございました。ありがとうございました。